マスダ市は島根県南西端部の市である。山口県と接しており、北は日本海を望み、南は中国山地に至る山陰と山陽を結ぶ交通の要衝地である。マスダ市中心部周辺の空中写真、2010年5月2日撮影の12枚を合成した国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成。マスダ市は本州の西端部に位置し、日本海に面する。現在のマスダ市の中心部は高津川とマス川との間の狭い氾濫源に形成されており、このような場所のために、例えば1965年や1983年などに豪雨によって被災した。なお、中世以前からの町の中心部はマスダ駅東方にある。 増田市は以前から山口県と境界を接しており、2004年に水戸町と引き見町を九州合併した結果、広島県とも境界を接するようになった。なお、合併後の増田市の地域面積は島根県内の自治体では最大である。地域の南部は中国山地の西部にあたり、1000メートル級の山々が連なり、 特に2004年に合併した水戸地区、引き美地区については、エリアの9割近くが山林で占められている。引き美地区は、日本最西端の豪雪地帯として知られる。中世には、増田市の本拠であった。近世は、高津川より、東は、浜田藩、西は、津和野藩が統治した。旧水戸町、旧引き美町の町役場跡に総合支所が置かれている。 マスダ駅周辺マスダ駅前ビルエアが旧市街のマスダ駅の付近は2001年3月に策定された第4次マスダ市総合振興計画とマスダ市中心市街地活性化基本計画に基づいて2004年11月から再開発が進められている。これにより駅前に再開発ビルやグラントワが建築され旧市街を通る中島染和線が整備拡幅された。 マスダ市付近ではメロンやトマトやわさびが栽培されている。果樹ではブドウやユズの栽培が見られる。マスダ市は日本海に面しており、土田漁港、大浜漁港、木辺漁港、津田漁港、小浜,浜漁港、飯野浦漁港などで、マスダ市付近では津ニと呼ばれる木津ニなどの水揚げを行っている。また、付近の主要河川である高瀬川では鮎の漁獲も行っており、 高津川さんは1キログラム1万円を超える場合もある。食品関係では、ケーまんじゅうを製造している。また、大和坊ホールディングスのグループ会社が繊維製品を、三菱電機関係会社が電子部品をそれぞれ製造している。小学校、中学校高等学校特別支援学校専修、学校岩見空港増田市をはじめとする岩見地域は、 た地域との交通の便がかんばしくないそれでも鉄道では2001年に山陰本線の高速化工事が完成し県庁所在地の松江市とは特急スーパー松風スーパー沖により2時間で結ばれるようにはなったまた山陰本線で山口県の萩市方面と山口線で山口県の県庁所在地である山口市と接続されている なお、高速交通機関の一つとして、岩見空港が整備され、全日空により、東京便が1日に往復就航している。ただし、空港は、山陰本線に近いものの、鉄道とは直接接続されていない。マスダ駅山陰自動車道、三隅マスダ間では、岩見三井インターチェンジと、東大インターチェンジの間で、三隅、マスダ道路の工事が進んでおり、 令和7年の全線開業を目指している、釧路インターチェンジ、高津インターチェンジ間は県道、道の駅三里が浜半良港。ありがとうございます。